パイク軍はアメリカ合衆国入りの一州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は16,430人であり、2000年の17,384人から5.5%減少した。軍庁所在地はピッツフィールドであり、同軍で人口最大の都市でもある。パイク軍は1821年1月31日に、 マディソン軍から分離して設立された。軍名は1806年にパイク遠生態を率いルイジアナ買収領域の南部と西部の地図化を行ったゼブロンパイクにちなんで名付けられた。パイクはティッペカヌーの戦いに参戦し、米英戦争中の1813年に戦死した。パイク軍となった地域に最初のヨーロッパ人開拓者が訪れる前に、フランス人の交易業者、 漁師旅人が原生林とプレーリーだった地域を通過した。もともとパイク軍はイリノイ川とミシシッピ川の合流点南で開拓が始められた。東側協会はイリノイ川から北のカンカキー川を経てインディアナ州宗教に至り、北のウィスコンシン州との宗教が北の協会となり、西側協会はミシシッピ川がイリノイ川との合流点まで続いていた。 最初の軍庁所在地は郵便局のあったコールズグローブであり、後に分離したカルフーン軍に入った。1822年に出版されたイリノイとミズーリのガゼッティアではシカゴをパイク軍の村として触れており、12内市15件の家屋と60内市70人の住民がいるだけだった。ニューフィラデルフィア町の史跡は2005年に、 アメリカ合衆国国家歴史登録財に2009年に国定歴史史跡に登録された。これは南北戦争以前に初めてアフリカ系アメリカ人が設立した町である。フランク・マクワーターがパイク軍初期の自由黒人開拓者だった。マクワーターは未だ見ぬ土地に投資し、家族の最初の数人を奴隷状態から受け出していた。1836年にバリの近くに ニューフィラデルフィアの町を設立した。そこの市長に選出され、余生をそこで過ごした。土地を売ることで十分な金を得て、子供たちの自由を買った。鉄道がこの町を通らなかったので、町の成長が鈍化し、20世紀に入って放棄された。この町の史跡は、現在考古学的調査が行われている。21世紀初期、パイク軍は、おじろじかの狩猟。 特に弓矢による狩猟で注目を集めている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は848.88平方マイルであり、このうち陸地831.38平方マイル、水域は17.50平方マイルで、水域率は2.06%である。パイク軍は、東のイリノイ川と西のミシシッピ川の間にある、高原に位置している。 二つの週間高速道路が通っている。七十二号線は二つの大河に架かる橋で、軍内に入っている。百七十二号線は三百フィートの長さがあるだけで、七十二号線に交わって終わっている。パイク軍は九つの軍と境を接しており、国内でも多い方の部類に属している。イリノイ州には他に、ラサール軍も同様である。またミシシッピ側の対岸に、 ミズーリ州パイク軍があり、同じ名前の軍が異なる州で隣り合っているということでは、珍しい部類に属している。このような例としては、イリノイ州バーミリオン軍が、インディアナ州バーミリオン軍と隣り合っている。どちらも、バーミリオン側に由来する命名である。近年、軍庁所在地である、ピッツフィールド市の平均気温は1月の下市15度から7月の下市86度まで変化している。 過去最低気温は1905年2月に記録された歌二25度であり、過去最高気温は1954年7月に記録された下詞115度である。月間降水量は1月の1.74インチから5月の4.11インチまで変化している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。パイク群は記二24の群区に分割されている。 ありがとうございます。